東入植地はアイスランドのバイキングたちによって985年頃からグリーンランドに建設された3つの入植地の一つである。東入植地はそれらの中で最初にして最大の場所であり、最盛期には4000人が暮らした。日本語では東入植地のほか、東定住地、東地区、東居留地、東部居住地などとも訳されている。 東入植地という名称から、早期されるのとは違い、西入植地の東ではなく、5 0 0トル南にある。そして、西入植地同様、グリーンランド南西部のエーリークスフィオルドや、イガリクといった長いフィオルドの端に位置した。その区画には、スカンジナビア風の農家およそ500軒の遺跡群があり、ブラッタフリーズ、フバルセイ、ガルダル、ダーンズなど、16聖堂の遺跡が含まれる。 この入植地に関する最後の記録は1408年に挙行された結婚式のもので、これは西入植地の最北の集落が終焉を迎えた後の50年から100年ほどが経った時期にあたる。15世紀に放棄された後、18世紀以降にイヌイットが進出して形成された農業景観も含めた代表的な遺跡圏が2017年に ユネスコの世界遺産リストに登録されたセルミリクフィヨルド。これは東入植地の構成地域の一つであった。グリーンランドにおけるバイキングの入植は西暦980年代に始まった。その時赤毛のエイリークに引きられたバイキングはグリーンランドの3つの入植地の最初である東、入植地を築いた。東入植地は現在のクヤレックに広がっており、 つまりそれは、エイリークスフィヨルド、イガリクフィヨルド、セルミクフィヨルドの入り口にあたる。西暦1000年頃には、グリーンランドにおよそ5000人の入植者がいたが、うち4000人が東入植地に住んでいた。赤毛のエイリークの妻は、施設制度を建てていたとされるが、以降1世紀ほどの間は、農場主が、芝戸で建てる小さな施設制度が普通だった。しかし、12世紀に、 ノルウェー王への入植者らの要請によって、ヨーロッパから初代上中司祭アルナルドが派遣されると、共同体の規模に見合わない巨大な石像製度群が建てられるようになった。13世紀のノルウェー王方根4世紀の時に、グリーンランドの入植者たちは、ノルウェー領となることを求め、納税と引き換えに、毎年の貿易船の来航を要請した。この時のグリーンランドからの主力輸出品は、 生打ちの牙であり、西入植地近くの狩猟場から東入植地を経由し、ノルウェーのベルゲンに運ばれた。ノース人の農場の移行中世ノース人入植地の食生活は牧畜に基礎を置いていた。当初は豚の飼育も試みられたが、植生などとの相性からすぐに放棄された。牛はあくまでも斜視品として飼育されるにとどまり、牧畜の主力を成したのは、 羊とヤギだった。なお、特に土地が痩せた西入植地の場合、小枝や低木でも食べられるヤギの比率が時代ごとに高まっていったが、東入植地の中でも特に生産性の高い農場には牛を重視し続けることができた事例もあった。そして牧畜を補うものとして重要だったのが森林と中井とアザラシである。農耕についてはアマをノルウェーから持ち込んだ形跡がある。 中世の温暖期が終わり、14世紀に際立った寒冷化が始まると、冬場の牧草の需要が増大する一方、牧草地の生産性は低減したらしい。発掘調査で見つかった骨の同位体分析からは、東入植地の定住生活が終わりに近づくに、従い、海産物の重要性が増していったことがわかる。というのは、初期入植者の食料の割合は、 農産物が80%、海産物が20%だったのに対し、14世紀、グリーンランドのバイキングの場合、海産物が50%から80%ほどに上昇しているからである。この場合の海産物は主にアザラシの肉であって、豊富に手に入ったはずの魚を食べていた形跡は、ほとんど見つかっていない。これを遺跡の怪物などによる証拠の喪失と考える。 論者もいるが、ジャレドダイヤモンドはそうした仮説に反論しつつ、バイキングの出身地である北欧とは異なる食の近畿が生まれ、魚が意図的に寄付された結果ではないかと推測した。東入植地に関する最後の記録は、1408年からフバルイ聖堂で挙行された結婚記録に見られる住民たちのものである。それに対し、他のノース人の集落、 特に西入植地が放棄されて50年から100年が過ぎていた。東入植地は1408年の記録から数十年程度は持続した可能性はあるが確かなことはわからない。その滅亡には歓迎化も影響していたがむしろ社会経済的要因との複合的理由があったと考えられている。具体的にはヨーロッパとイスラーム圏との交戦が一段落して、 グリーンランドの生打ちの牙の輸出が振るわなくなったことや、非ヨーロッパ人であるイヌイットとの文化交流を避け、寒冷化の中でも絶滅を免れたイヌイットの生活様式を取り入れようとしなかったことなどである。生活様式の保守性は埋没費用の増大も招く。従来通りに、聖堂の建設などに貴重な資材を投入することで、放棄や移住という選択肢は選びづらくなる。 また、寒冷化で航路が閉ざされ、ノルウェーとの交流が途絶え、新しい司教が派遣されてこなくなったことは、教会の権威を揺らがせた。さらに、寒冷化で食料の分配が困難になったために、主張の権威も由来なのではないかと考えられている。東入植地がヨーロッパによって再発見されるのは、1723年のことだった。2年前からグリーンランドに赴いていた。 ノルウェーのルター派宣教師が、イヌイットの案内でフバル性の聖堂遺跡にたどり着いたことで、東入植地の滅亡を確認したのである。なお、18世紀以降、デンマーク人は羊、牛などの牧畜を小規模に再開した。そして、20世紀初頭から、デンマーク政府が、イヌイットの生活支援策として、南グリーンランドでの牧羊を支援したため、21世紀、 初頭の時点で、牧羊は、漁業、観光業に次ぐグリーンランドの代表的産業の一つとなりつつある。ノース人の東入植地の遺跡は、現在では、グリーンランド語で、グヤガーと呼ばれる。その後の直訳は、南のグリーンランドである。この物件は2003年1月29日に、世界遺産の暫定リストに記載され、2016年1月27日に、 ユネスコ世界遺産センターに正式推薦された。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は他のバイキング入植地遺跡であるランスオめメドのほか北欧の農業関連遺産である A ランド島南部の農業景観、ベーガ群島などと比べてもその世界遺産としての顕著な普遍的価値は認められるとしたものの、 干渉地帯での資源採掘などの土地利用状況が不明確であるとして情報紹介を勧告した。しかし2017年の第41回世界遺産委員会ではアイコモスの勧告も踏まえて当局が対応していることも評価され逆転での登録が認められた。これはデンマークの世界遺産としては9番目。 グリーンランドの世界遺産としては、ビルリサットアイスフィヨルドに次いで2番目である。世界遺産としての正式登録名は、英語、クジャターグリーンランド、ノルド&、イヌイトファーミングアットザエッジオブザアイスキャプチャー、フランス語、クジャター英雄グロンランド、アグリカルチャーノーディクイヌイテイエヌボードアー、デラキャロットグレイシターである。その日本語訳は、以下のような揺れがある。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産委員会はこの農牧業地域をアイスランドから来て10世紀以降に定住し始めたノース人の漁師、農牧業従事者たちの歴史と文化、及び農業と漁労に基礎を置く経済が18世紀末頃に発達した先住民、イヌイットの歴史と文化を伝えるものとみなした。 これら二つの文化群の接触と混合は、高地、牧草地、怪獣の資料上によって特徴付けられる文化的景観を作り出した。グヤダーはまた、北極地方における農業の最初の移入例であり、ノース人たちのヨーロッパ以外での最初の入植例となっている。なお、自然遺産の基準は適用されていないが、地質学者らの研究対象となっている日、 ナリーワタイなどが存在することからアイコモスの勧告書ではそちらの価値についても言及された。世界遺産の登録対象になっているのは以下の5件である。いずれもグリーンランドの地方行政区画上はクヤレックに含まれる。ありがとうございます。